2011年の6月5日、日曜日のビデオログです。今日は昨日やってたフジテレビのサタデーナイトライブ、サタデーナイトライブジャパンを見た感想です。まあ待望されてたかどうかはわからないんですけど、アメリカで伝統があるサタデーナイトライブ、これ名前聞いたことあると思いますけど、それが日本語版としてフジテレビ系列で昨日放送されました。まあアメリカと同様で大物タレントやゲストが出演して、このライブ形式でコメディとかパフォーマンスを行う形式です。それただなんか私が見た感じだと、なんかアメリカの番組を意識してか、なんか少し滑ってるような感じがありましたね。まあ出てる人がもう大物タレントで、もうその人自体のスタイルを確立してますので、こういう、なんかアメリカのスタイルを無理やり取り入れて、このサタデーナイトライブという方になんかはめられてる感じがありました。だからなんか全員がなんかいつものキレがないっていうか、そんな感じがしました。まああと正直サタデーナイトライブ自体の日本での人気って、まあなんかこういうあのショービジネスとかに興味のある人でしたらなんかチェックしてると思いますけど、まああんま知らないんじゃないかなと思います。それ人気もな正直なかったような感じで、このスタイルの日本語版がまあ流行るとは私は感じなかったですね。まあ過剰書きにしますと、まあ本家サタデーナイトライブが日本で認知されてない、あと日本語版に出演するタレントが大物であるけど、サタデーナイトライブの型にはめられちゃうとなんかいつものキレがなくて面白くない、しかもなんか映画ほどかっちりしてない、そういうなんかネガティブな印象を受けてしまいました。まあ月1で放送するみたいなんですけど、今後いろいろな意味で期待ですね。以上です。